うですかって感じの。そういうことか。すごーい。伊豆ジオの旅行ってきます。はい、はい、おはようございます。寝れた？ちゃんと。そうなんです、ちょっと夜ね、ボイラーの音が結構激しくて。はい、夜の、時間なんですけど、かなりね、ボイラーの音が大きいんですよね。で、この近さですかね。ということで、ここ極楽よということで、ちょっと極楽が入ってきたんですけど、昨日の夜すごい気持ちよかった。いろんなお風呂があって、中でご飯も食べれるし、いわゆる本当にスーパー銭湯なんですけど、あのそこに RV パックがあるというのはいいと思います。はい、ということで、スタートです。浴衣の柄が熱感だよ、熱感。知ってるでしょ。すごい連れてこられた感がする。結構細くなってきたね。北海道ですかって感じの。すごい気持ちいい、ここ。そういうことか。すげえズレだよな。次はあれですね、おやつですかね。おやつ？はい、早いな。もう10時なんでおやつですかね。はいはい、行こうか。行きます。ここじゃない？もしかして。ここっぽいね。ここで入ろうか。うん、なんかおやつの香りがするもん。そっか、そこか。はい、入り口入ったらなんかもう世界ワープした感します。説明が下手。なんかバーベキューとかもできるみたいで良いね。お母さんと小ヤギって感じ。おやつどれにしようかな。いただきます。いただきます。溶き始めちゃった。いただきます。どうどう、これうまっ。あ、濃いな、やっぱり。伊豆の国産紅ほっぺ使用飲むヨーグルト、いただきます。あーんとね、ジョアのいちご味をもっと濃厚にガツンと飲むヨーグルトにした感じ。あ、すごい粒粒よ。感想が。民家みたいな。うん、民家いっぱいあるところで断層なのね。うん、のとかって感じするね。いいね。うん、気持ちいいね、これね。うん、
あのね、こっちっぽい。あれ？そうなの？うん。丹那断層貸切ツアーでございます。断層地下観察室。ああ、北断記念館だっけを思い出す感じ。沼津港の漁港のお食事どころでございます。うわ、楽しみだな、これ。楽しみだな。すごい混んでるのね。ここはみんなできたね。前後でさ、車止めてさ。あ、そうだよね。そうそう。うん。まあ、ここだ、お店。あ、こっちから行ける。行き過ぎちゃった。どうぞ。さあ、こっちだよ。いいよ。何それ。よよ。え、入り口なくない？いただきます。めっちゃ綺麗な。いただきます。深海魚、うん、初深海魚、うん、結構歯ごたえがしっかりしてる。あのどちらかというとタイと、うん、タイに近い食感。はい、次は油棒です。テリテリですよ。テリテリよ、ね、すごいテリテリ。うーん、同じ反応。だミノカサゴ。ミノカサゴって深海魚なんだね。深海魚なんだね。なんか岩の間にいる気がする。いただきます。はいはい。タイに近い食感。食感でいうとポリ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 感もあるけど、うん、けどヘゲドロよりも食感はもっとない。いや、これも面白いね。今日も違うもんだね。深海魚と言っても全然違うんだね、うん、あ、美味しすぎた。美味しかったね。美味しすぎた、もう。で、ちょっと美味しすぎない？いや、美味しかった、本当に。いや、満足。お昼過ぎて14時だけど、結構車まだ止まってるね。そうだね。めちゃ込みですよ。まだいっぱい食べてるのかね。でもほら、うん、スイーツ系もあったからね。そうだね。この時間も楽しめるよね。駐車場の取り合いだよね。うん。トンネル抜けると右手に海だけど、ここから一気に内陸地に進んでいく感じですな。多分そうかな。なんか修善寺の方行くのかな。面白い。さあ、どうぞ。さあ、修善寺に入りました。そろそろだろう、うん、修善寺って何、温泉街もあるの？多分そうだと思うよ。はい、こんな感じで伊豆はできたんですよ。ああ、っていうのが学べるんで、うん、これ学んでから回ってみるのと、うんうん、これ、ま、見ないで回るのとは多分違うと思うんだよね。そうだね、これ見てからの方が分かりやすいね。うん、なのでね、実際回る前にぜひここを回ってもらいたいと思います。そうですね、はい。残ってるね。かなり登りそうな道なんですけど、多分体感ゆうちゃん30キロ走行必殺の30キロ走行ね。いい感じで日も傾いてきまして、本日の宿に移動しております。めちゃくちゃ山道を登っております。わー、すげえな、この道。めちゃくちゃ山道よ。到着です。行ってこられました。
ピノキオですね。ここが受付ってことになりますね。That summer is for falling.